宇宙医学とは、宇宙空間、宇宙飛行家の諸条件が人体に及ぼす影響を解明し、その適性、順応、保護などを研究する学問である。宇宙医学は、今後の宇宙開発において、重要なテーマであり、生理学的、心理学的研究が行われる。ロケット打ち上げや、高火時の加速度や放射線、強い光線、高、低温からの人体の保護、 宇宙船内での酸素濃度や気圧の変化、無重力状態下の生活と人体への影響、生活周期の乱れや孤独感、不安感などの精神的負荷など研究内容は多岐にわたる。スペースシャトルや宇宙ステーション内での人為的活動を行う際に健康維持の方法を考察することも行う。かつては初期のクラーク作品に見られるように、 宇宙の無重力空間に人間が進出したら、重力に起因する様々な健康上の問題から解放され、長寿にもなるだろうという意見があったが、実際に有人宇宙船が打ち上げられ、100日単位で宇宙に滞在する人間が出るようになると、様々な弊害が出ることが判明した。宇宙空間では重力がないため、重い体重を支える。 必要のない骨からカルシウムが溶け出したり、負荷がかからないため筋力が弱まって地上に降りると立つ、ことも困難になるなどの現象が起きたのである。そのため宇宙進出にあたっては、宇宙空間の特性に応じた医学が必要となった。潜水医学とは潜水士やダイバーなど、潜水作業に従事する者の,の健康管理などを扱う分野である。これを専門として、 海上自衛隊の潜水医官も経験した、金井選手ゲルによれば宇宙医学と潜水医学には類似した点が多いという。宇宙と潜水環境の関係について、同様の考えを持つ専門家は少なくなく、深海と宇宙の接点に関する研究も実際になされている。エアロスペースメディシンとは異なる。この分野を扱う学会としては、日本臨床高気圧酸素、 潜水学会などがある。